百歩田は鎖蛇科に分類される蛇。本種のみで百歩田族を形成する。特定動物。噛まれたら百歩歩くうちに死ぬとされ、台湾では百歩蛇と呼ばれている。日本名、英名もこれに準ずる。中国では五歩蛇と呼ばれることもある。また、東部の形状から尖り粉虫とも呼ばれる。中国、台湾、ベトナム。 平均全長80から1 0 0トル。最大1 5 5トル。日本マムシと同じく全長に比して胴が太く体型は、太短い。体色は脳褐色で、暗褐色の三角形に縁取られた名色の半紋が入る。この半紋は落ち葉の中では保護色になる。鱗には流気が入る。頭部は三角形で、粉潰は尖り、髪型に反り返っている。 目は金色で細い縦長の瞳を持つ。百歩歩くうちに死ぬというのは大げさであるが、毒は強力な出血毒で量も多く危険である。産地の森林に住み、特に水辺を好む。動きは寒帯。食性は動物食でネズミ、鳥類、カエル等を食べる。繁殖形態は卵性で1回に20から30個の卵を産む。 数が少なく、蛇取りもなかなかお目にかかることがないため、幻の蛇と呼ばれている。中国の関東料理では、ご蛇の一つに数え、蛇スープの食材としている。また、肝酒や蛇酒にも利用されている。台湾では、漢方薬の材料として効果で取引される。台湾原住民のパイワン族では、貴族の先祖として崇拝されており、殺傷は禁忌とされている。 ありがとうございます。